高い声の出し方です。最初、ドですね。ド。まあ、このように、まあ、高いドまで出す場合ですが、まあ、高くなるに従って、大きくなろうとする声を、こう、小さくする。だんだん小さくして出せるといいですね。まあ、大体普通の場合ですと、まあ、低いところから高いところに行こうとすると、だんだん大きな声が出てしまいますが、それを我慢して、まあ、大きくならないように我慢して、だんだん小さくさせるつもりで、まあ、歌うといいですね。なので、結果的に、まあ、低いところも高いところも同じぐらいの音量で歌うように、まあ、我慢して歌うと、ちょうどよく高い声が出るようになります。以上です。